ワンピース改革付けチェック参加したら、に対する読者の反応集。入った部屋にルフィとウタが座ってた。ちなみに隣室はミホークとクロコダイル。お代は100万のワインと1万のワインなんだが、勝率は？ルフィは運がいいからワンちゃん。ないものはない。ミホーク、当たらん方がおかしかろう。外れなんだろうけど、うんちくを長々と語ったけど間違ったクロちゃんは見てみたい。ガクと二人分相手にしてる絶望感。とい、正解だと思って入った部屋がこの状況だったミスター3の心境を答えよ。勝ったがね。エースとガープも間違いの方に来そう。ルフィ、俺こっちの方がいい。歌、口に合うのこっちだよねー。ワイン系でミホークワニが外す未来が見えない。なんだかんだで全問正解しそうなバギー。バギーは悪運は作中1レベルだと思うけど、こういう場面で賭けに出るとことごとく外しそうな印象ある。一人だけ外してスライディング土下座しながら帰ってくるバギー。ルフィ、海賊に一流も何もねえだろ。クロコ、ブチ。バギーは金箔の起流炎枠なイメージ。ルフィ歌は最速で映る勝ちなしになってそう。音楽は当てられるんじゃないか。つまりそっくりさん。どちらか片方が出るやつでルフィが選出されて、歌が頭抱えてるかもしれない。マーチングバンドとか、こっちの方が元気で好きだ。って学生バンド選びそうだもんなルフィ。ゲンパロならともかく通常軸の場合歌も世間知らずな部分が多いんで。今回の格付けはいかがでしたか、歌姫歌さんのそっくりさん。みんな、ただの歌だよ。歌、消えたー。ルフィ、歌、透明人間、透明人間だぞ俺たち。ゾロとサンジが意見割れてマジバトルしてそう。ミホーク、ふむ。これはええだろう、クロコダイル。ボーナス問題だな、A に決まっている。バギー、ド派手に B だ。なあ、これは自信があるから B にしねえか。ミホーク、それはできない相談だな。クロコダイル、多数決で A しかないよな。モルガンズ、正解は、こっち、B、だ、ガチャ。ミホーク、イライラ、クロコダイル、ブチ。バギー、なんかその、ドンマイというか、草。シャンクス、これは A に決まってる、なあベック。ベックマン、B。シャンクスが、ふわっふわの、熱弁して仕方なくベックが折れるんだけど正解は結局 B のやつ、以降副船長に頭が上がらなくなる赤髪海賊団投了。クロコダイルの頭の上にうんこ棒乗っけるモルガンズ。シャンクスも映る勝ちなしになってルフィ歌シャンクスが仲良く透明人間になってそう。ルフィの、肉なんて全部うめえもん。って叫びがバズるやつだ。ルフィ大丈夫だよ、私楽器にも少しは自信あるし。え？ソウルキングが B の方に行った？ワインの格付けでちょっと飲んだだけで酔っちゃって饒舌になる歌みたい。ブルック、よほほほ、これはいいですね。年月を経た重厚さをしっかり感じます。B の方も奏者の腕が素晴らしかったので迷いましたが、まだまだ音が若い。ロビン、ふふふ、さすがね。頼りになるわ。一流海賊コンビ来たな。ちゃんと不正解の方も褒めるのマジブルック。ロビン、これは B の壺が正解の500年前のものね。A も良いものだけれど、この製法が確立したのは200年前で、仮に定説と異なるとしても地域が違う。ブルック、お見事、ロビンさんは骨董品を見る目がありますね。まあ私は目がないんですけど、よほほほ。この安定感よ、でも一流料理店、バラ系、の作った普通食材で二人とも自信満々に間違えそう。三時の元いた店だから味付けが多少似てたりして。これはもちろん A ですね。あの体に馴染む味わい、染み込んでくるような、なんとも言えない郷愁すら感じました。迷う必要すらなかったわね。A はとってもいいお味だわ。渡り歩いてる時に色々食べたことがあるけど、やっぱり良い食材の味はダイレクトに美味しさに反映するのよね。ね。美味しさが五臓六腑に染み渡りました。私内臓ありませんか。へ、なんでわからねえかなとか口では言いながら口角が上がってる三次がいそう。終わった。クロちゃんがガクとワクなのはわかる。ワニ、怒ってんじゃないんだよ、悲しいんだよ。ガクとワクはキャラ的にユーモアもある人間じゃないと番組として面白くないからな。クロコダイルは淡々としてて微妙そう。司会を白ひげにしてもらえれば当てるたびに面白リアクションしてくれるよ。普段たしなんでる一流芸能人が普通に間違えるんだから、ミホークとクロコダイルが正解って保証はない。食べ物系全問正解する三次。ゼフが作った普通食材で、食
食材はすぐに分かったけど、ゼフが作った料理という時点で最高だから格をつけたくなくてプレートを上げるのが苦しそうになってる三次。隣で自信満々に絶対あかん食材をあげてるゾロ。やっぱりゾロもそう思うよな。あれうまかったもんな。ああ、酒に合うのはあっちだった。てめえら魚と肉の区別も舌でできねえのか。いや、むしろできてるから選んだのか。でも全然量が足りねえ。三次、飯。船戻ったらな。二人だけ評価ポイントが違うというか食材とかの正解を当てる気がないの笑う。自信満々に間違えるミホークとクロコダイルは面白いが、ルフィウタの方が正解とは思えないな。勝率は1割。天竜人の皆様は全問正解しそう。間違っても出題側が正解をねじ曲げて正しかったことになりそう。ドンキホーテチーム、ドフラ、ニョス、ならそこまで忖度しなくても大丈夫そう。ドフラミンゴはともかくミョさんは現役天竜人だから周りが勝手に忖度しそう。でもニョスさんなら忖度なくても全問正解してそう。そもそも部屋にたどり着けないぞろ。こいつにわかるわけないだろって世間に思われてるような芸能人が実は育ちよくて一人だけ正解するとかあるからな。海賊格付けチェックのランク。海賊王、四皇、七部海、ルーキー、デマロブラック、インペルダウン囚人、生きる価値なし。生きる価値なしでゲラゲラ笑ってしまった。俺はそっくりさん枠のデマロブラックで笑った。ほんま好きすぎる。デマロブラック入ってて笑った。ジンベイあたりはなんだかんだ普通あたりはキープしそう。ねえレベッカ、やっぱり A のお肉にしない？でも B のお肉の方がルーシーやお父様好きそうだし。ビビさんも美味しそうに食べてたし。それは、確かに懐かしい感じはしたけど、でもそれはルフィさんたちといた頃のことを思い出したからであって。私は食べてはおりませんが B のお肉の方がビビ様もレベッカ様も美味しそうに食べていたと思いますわ。そう。正解 A。カイドウ、おいヤマト、どういうことだ、どう考えても答えは A だろうが。ヤマト、うっさいクソパパ、答えは B に決まってるよ。どうせ酒の飲みすぎで舌がバカになってるんだろう。ミホークがいるとさすがに正解だと思うが、クロコダイル一人だとちょっとだけ疑わしい。あの緑のスリッパ履かされてるミホークやクロコダイルやミョッサン、困った。ちょっと見たい？正解は A だ。行くぞさっさと来い。俺に指図するなユースタスや。それにどう考えても答えは B だ。さすがにバカ舌は直せねえから俺の言うこと聞いとけ。きっとは音楽系強そう。ドラム聞き分けるやつ。だす。これは、A だな、間違いない。A の部屋。ベンサム。あらやだミスターワン、あなたも来たのう？キャルディーノ。ミスターワンが来てくれたなら心強いがね。ベイブ。なあかーまあ。ジェム。これは正解で間違いないんじゃねえか？ B の部屋。クロコダイル。誰も来やしねえ。オフィサーエージェントは優秀な奴らを集めたつもりだったがとんだ見込み違いだ。フックを磨き始める。モルガンズ、正解はこっち。ガチャ。クロコダイル。ふ、当然だな。モルガンズと見せかけてこっち。ガチャッパーン。ベンサム、あらやだ。アチシたちが正解だったのう？キャルディーノ、向こうの扉が開く音がした時は終わったと思ったがね。ベイブ、アーターリー。ジェム、みんな正解でよかったな。出す、ということはボス。クロちゃんだけ外すの解釈一致。ゾロはペローナと組んでギャーギャー言いながら出演してそう。自分はこういう世界には縁がありませんって参加しようとしない。ダズをついてこいとだけ言って相棒にして参加するクロコダイル。自身の意見を主張しないダズにしょうがねえなぁと言いながらも嬉しそうに自分が選んだ部屋に共に入るが外すクロコダイル。ペアの片方だけでチャレンジするときにボスだったらで正解を導くダズ。自由、あいつら勝ちのわからない連中しかいないのか。もうすぐスケスケ見たく消えます。黒ひげ、ぜははは、まあ支配人が来るのをゆっくり待とうじゃねえか。闇に飲まれて消えます。黒ひげはなんか全外ししてそう。金さんは豪運で正解して、伝次郎は実力で正解する赤さやペア。日和はオイランとして大体の教養高そうだから全問正解しそう。ルッチとジャブラだったらジャブラのが正解してそう。トラオくん育ちはいいから割と正解しそう。格付けチェック七部会スペシャル控え室の風景。チームルペイは速攻で映す勝ちなしになりそう。お姉ちゃんの強権発動で答えを決めるウルティ。どう考えても不正解な方なのでやめろ姉貴。するページ1、やめろだとー。ガクガクゆさゆさ。映す勝ちなしで消える指定。シャンクスはそっくりさんまで落ちる。
盆栽の違いが、わからぬ。ポロ。ブルジョワのキャベツがちゃんと経験則や下やらで正解を出してる横で、全部、なんとなく、で8割正解していくのでなんで、お前は、そんな適当で。でキャベツに怒られてるロメオが浮かんだ。あるいは、ルフィ先輩に出すならこっちの料理。ナミ先輩がお好きそうな宝石はこっち。ロビン先輩が言ってらした壺がこんな感じだった。で全部麦わらの一味に絡めて正解を叩き出していく限界ファンか。麦わらファンボーイパワーやばすぎる。91、酒、どちらが最高級の酒か当てよ。A、アラバスタ3最高級の酒。B、合水。合水選んで消えるチーム爪蹴り。お題、肉料理。ルフィ、牛、これは A だな。量多かったし。歌、量で決めるなぁ。サボ、結構簡単だな。B だ、いつも食べてる肉と同じ味がした。コアラ、味で決めるなぁ。エース、ああ、多分 C だな。決めて。いや、それがよ、途中寝てたから味覚えてねえや。椅子か、寝るなぁ。さて、誰が正解でしょうか。ホーキンスは盆栽とか壺とか、見抜く系統無双しそう。酒は大丈夫だろうけど、料理系は好き嫌いの関係でドレイクに全部投げる。ムハハハハ、A が正解だな。うるせえ、B だろ無能クイーン。アニオたち、C だと思うんすが。うるせえ黙ってろずっこけジャック。正解は C。よし行くか。ちょっと待ってサボくんどっちにする気？ A だろ。待って、これは B だよ。なんでだよ、A のワインの方がうまかっただろ。飲みやすかったしコアラだってそう思っただろ。馴染みの味ってやつだ。私たちが馴染むようなワインが高級なわけないでしょ。シーザーは映す価値なしで消えてほしいけど、あいつこういう系は強そうだからしぶとく残りそうなんよな。肉になると一気に正答率が落ちるホーキンス&全部美味しい。戦国さんだったら、と散々考えて意外に安定した正答率を誇るドレイクのチーム、北の海から。どちらが名刀か目利きせよってお題だと、間違いなくミホークはどんな刀も使えて次第でどうとかって、ゾロに説教はする。それはそれとして判別もちゃんと正解する。A、歌姫歌が歌う、新時代。B、一般歌いて、CV、アド、が歌う、新時代。C、マネマネで化けたボンちゃんが歌う、新時代。生態全部一緒。間違えたら消えるやつ。わかるのってゴードンやブルック等の超一流の音楽家かつ歌、というかどちらかの、歌を聞いたことがある人だけじゃねえかな。個人的にはシャンクスたち赤髪海賊団やルフィには直感でわかってほしくもあるが、これも歌の歌声を聞いたことがあるのが前提。エンディングで全問正解する司会者モルガンズ、全問不正解で映る勝ちなしになるアシスタントの足しぎ。クロコダイルとミホークの連勝記録は続く。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。